現在5連勝で、例年通り後半戦の勝負強さを示しているマンチェスターシティだが、とある不安なデータが明らかになった。ゴーメディアによると、今季のすべてのコンペティションの中で、最初の枠内シュートから失点したケースが12回あるという、ゴールを保持して攻撃する時間は多く、相手にあまりチャンスを作らせないシティだが、今季は1回のチャンスをものにされる試合も多い。前節のブレントフォード戦でも同じことが起こっている。プレミアリーグの1試合あたりのシュート数は8本で、プレミアリーグの中で最も少ない素晴らしい記録を残しているにもかかわらず、シュート1本あたりのゴール期待値は 0.12 となっており、リーグで最も悪い数字となっている。つまり打たれるシュートは少ないが、そのシュートが失点につながる可能性が高いということである。一方で3位のアーセナルは、シュート1本あたりのゴール期待値で 0.08 を記録しており、プレミアで最もいい数字、1試合あたりのシュート数もシティに次ぐ2位の記録であり、シティの守備陣より安定して、ちなみにこちらがアーランド加入前の2連覇をしたシーズンの成績、大きな特徴が無失点率が 50% を超えており、得点率に関しては3点台前半を叩き出している。一方で、こちらが昨シーズンと今シーズンの成績、昨シーズンは得点率が上昇したものの無失点率が 34% と、例年より大幅に減少しているのが分かる。そして今シーズンに至ってはまだ、シーズン途中ではあるが、得点率が 3.59 まで上昇。その代わり、無失点率が 23% と大幅に減少している。シティは後半戦にめっぽう強いので最終的には、昨シーズンと同じ数字にまで回復するのかもしれないが、これは決して無視できない問題。何より今シーズンは、現時点でアーセナル、リバプール、かろうじて、ミラも優勝戦線に加わっており、近年でも稀に見る、ハイレベルなシーズン。そして、CL 争いから離脱したチェルシーでさえ、シティ相手に4得点を記録しており、トッテナム、ユナイテッド、ニューカッスルも非常に危険な相手だ。シティが優勝争いをしているシーズンとしては、最も競争率が高いシーズンになる可能性が高い。怪我人も復帰し、早くも万全な状態になりつつあるが、個人的にはその状況が、早く整いすぎた気がする。終盤戦でウォーカー、ストーンズ、ロドリラが長期離脱なんてことにならないといいのだ。